ありがとうございます。そう、キラキラ巻いてます。首チクチクしそう？いや、意外と大丈夫です。誕生日おめでとう、ありがとうございます。あ、アダリさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。17歳、そう、17歳になりました。17歳なので、そう、ちょっと昨日よりも大人っぽくなったんじゃないかなって思ってます。そう、さっきね、ツイッターもとかインスタとかも上げたんで、よかったら見てください。そう、花のセブンティーン、そう、花のセブンティーンで、なんか17歳がね、はいい年なので、ね、楽しみです。今年1年もそう、大人になりました。だって私オーディション受けてた時は14歳で、話しちゃかったのに。そう、メイク変えた。そう、今日はね、あ、でも言っちゃダメなんだけど、今日はとあるお仕事があったんですけど、まだ言えないんですけど、なんかいつも通りのメイクじゃなくて、なんかまあ言えないけど、すごい違ったメイクしたんで、ちょっと今日は、あ、でもそんな変わんないか、薄く取ったからあんまあれやけど、ちょっといつもと違うかもです。あ、大地さん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。そうありがとうございます。おめでとう。一番は、そう、え、一番は誰でしょう。じゃあチクタクチクタク、皆さん予想してください。あの LINE の一番メンバーです。そう、2番目がお友達だったんですけど、1番目はなんとあの方です。誰でしょう。そう、あ、ゆいな、かれんちゃん、はんちゃん、れいやちゃん、おお、かれんれん、かれんれん多いですね。あ、りちゃき、ざわ、おお、みさきから来た？うん、来たよ。みんな、そう、誰だろう。じゃあ当てた人は、当てた人はどうしようかな。当てた人は、なんかない？当てた人、当てた人は、じゃあ私からのハートを送ります。はい。さあ皆さん、当ててみてください。じゃあ締め切り、3、2、1、はい。正解は渋井美奈ちゃんです。え、そうちゃんとハンちゃんじゃない？え、ラインって。ラインは渋井ちゃんが一番でした。ありがとうございます。そう、当たった方いますか？そう、2番目がお友達、3番目がレイヤーで、4番目はあんまり覚えてないけど、お友達だった気がします。そう。しぶいちゃんでした。パチパチパチ。そうそうそう。あ、ちょっと今切ったんですけど、そう、昨日の、そう、音切っちゃった。そう、昨日の夜はカレンちゃんとサーちゃんとハンちゃんがお祝いしてくれました。直接、そう、ケーキもね作ってくれて、そう、準備してくれて、なんかパーンっていろいろ、そう、めっちゃ嬉しかったです。
初めてこうやってお祝いされました。お友達というか、毎年は家族と一緒にいること多かったので、なんかそうやってお祝いし、レイジにお祝いしてくれるのが初めてで嬉しかったです。そう、今日もねケーキ、そうなんです、お仕事場に行った時に、初めてじゃなかった、2年前え2年前そうだった、あの初めてって今言ったんですけど、初めてお祝いされた2年前、さあちゃんとカレンちゃんにお祝いしてくれました。そうだった、すごい覚えてるうん、覚えてる、めっちゃめっちゃ思い出した。じゃあ、あとはカレンだけメンバーと過ごしてない。そう、2年前だから合格した日の夜ね、お祝いしてくれました全然忘れてなかったです。そう、レイジに何したの、レイジに何した、レイジにジャンプちょびっとジャンプしました座りジャンプ、なんかレイジの時座ってたんですよ、なんかでやばいみたいな、気づいたらレイジぐらいでやばいみたいななって、あ、来た、レンちゃんが作ってくれました、可愛い花柄の、もう、なんかある、まだえありがとう見て、可愛い花です、作ってくれた。そう、なんていう話だっけ、何の話だっけ、ジャンプした、あ、そう、ジャンプ、そう、レイジにあのジャンプしようってなったんですけど、59分の残り20秒ぐらいで気づいたんですよ、あ、あと少しじゃんって。そうだから、どうしようと思ってもう座ってたんで、座ったままジャンプしましたっていうお話そう、あ、これはどうするの、難しい、うん、持っとく昔は美少年さん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。目玉焼きかと思った、違うよ、花です。と、座りジャンプしました。正座じゃないけど、なんかこういう足を崩した座るジャンプです。うん、そう、17歳になりましたみんな優しくて本当にもう嬉しかったです、嬉しい。誕生日っていいよね。そう、お誕生日って嬉しい、なんか幸せな気持ちになります、うん、LINE もすごいメンバーのみんなだったり、あのお友達、中学校の時のお友達とか先輩方もいっぱい送ってくださって、うん、嬉しかったです。マルタンタロンさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。そう、マネージャーさんもおめでとうって言ってくださったり、すごいたくさんお祝いしてくれました。そう、トレンド入ってた、そうなんですよ、びっくりしちゃって、ありがとうございます、嬉しかった。あれってどういう基準のトレンド入るの、もうやっぱツイート数なでも勢いとかアイドル、なんかさ、自分の興味ある感じしかトピックみたいなね、わ、うん、かる、どうなんだろう。あ、グラハムさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。そう、いっぱいね、嬉しいです。あ、シロジュンさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう。よかよか。なんちゅうかいい。そうでね、あの、そう昨日ね、あの誕生日で、あのすごい余韻があるじゃないですか。でなんかツイッターとかでこう見てたりしたら、もうなんか嬉しくなっちゃって、なんか眠くなくなっちゃって、私昨日3時くらいまで起きてたんですよ。で何してたかっていうと、あの誕生日 Vlog の
あの動画作成をしておりました。昨日撮った動画の、そう、今日もやる、今からやるから明日には出せると思う。うん、結構ね頑張ってますよ。みーちゃん、じゃあ昨日もリンガと合わせて頑張ってそう、なんかでもさ、なんかやる気になったらめっちゃやっちゃうタイプで、そう、今ちょっと作るの楽しくて頑張ってますあ、香港のジャッキーさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。そう、あ、僕も3時くらいまで起きてました。一緒だ、みんな。そう、誕生日のね夜 Vlog、 そう、ずっと撮りたいって思ってて、どうしようかなと思ってたから、その誕生日 Vlog をあの撮ってね。そう、すごい、多分今日はもう時間的に無理だから、明日ね、あの明日か明後日とかに撮れたらねいいなって、そう思います。うん、待っててください。多分 TikTok とインスタのリールとかに載せれたらいいなって思う。載せたことあるリール？ない、そう、インスタのなくて、インスタのリール、うん、初めて載せました。なんかいぶきさんとかめっちゃ載せてるじゃないですか、可愛いやつ。ああいうのも載せてみたいけど、ちょっとまだ早いっていうか、あの難しいんでそういうのから載せていきたいと思います。そう、明日はココテンです。そう、そう、17歳最初の公演。そうです、ね、そうや、17歳になりました。17歳になりましたって言いますね。リチャッキーもやから一緒に言います。いや、リチャッキーいないから。明日、あ、間違えた、はい、明日は、そう、久しぶりのココテンなので、楽しみ、みんなに会えるのが。まだ高校3年生もなれない。やっぱ高校2年生も言えないのに17歳も言えないよ。あ、あ、これやるかな。17歳、伊沢美優です。17歳まあ私はやらないけど、かわいいかな、見えないねキレキレ、そう、面白いよね。そう、誕生日ってでも嬉しいですね、なんか毎日お誕生日だったらいいのにって思いました。うわ、そうね、なんか今日は主役の主人公の日なので、うん、でも優しくするね。そう、みんなが優しくしてくれるの、すごい。えぐっちゃん今日誕生日だからお菓子買ってあげるよとか、えぐちゃん誕生日やけんメイク道具貸してあげるよって、お前にも持ってあげるよ。そう、め、なんかわかんないけど今日誕生日だからなんかスーツケースをなんかなんかみんな持ってくれて今日はいいよいいよみたいな。でも明日からになったら変わってるのかな。そうだね、誕生日パワーはすごい。そう、おし、そう、私のことはすごいお姫様だと思ってみんな接してくれてて嬉しいです。でもいつも優しいですけどねそう、今日は一段と優しくてなんか面白かった。そう、もうでも今日ね、今日はもうすぐ終わりますね。あと2時間ぐらいで。どんな味やろ。え、糸？うん、え、それじゃんのね、これ。あ、え、いただきます。さあちゃんからいただいた。あ、え、美味しそう。枝豆、いただきます。うん、うまい、うん、いい塩、うん、なんか11歳みたいね違う、11歳？違う、なんかインスタに載せた1枚目の写真が、11歳に見える。よく見てなかった。なんか7が斜めってて11歳に見えるらしい。8って片手でできるのね。できるよ8。やだー、何そんな。私これ、え、これでも手でやりたくない？なんか
中公演。あ、これよ。え、気持ち悪い。これ18。え、気持ち悪い。なんでやだ。7は簡単ね。6もむずくない、うん、あ、できた、できた。6はうちらやん。そっか、ほんとだ。7期生が簡単な7に、うん、で8期生がもし入ったら難しい、うん、このポーズはこんな感じなの。8、うん、いや普通にこうやってマイクとか持ってたら難しい、うん、これ顔を丸にするやん。せっかくうん、うん、かわいいね。8期生いつの話って感じだけどすぐ来そうだよね。そう明日、そう明日で、あのあれですよ、あの朝ですの最終オーディションのあれ結果が出るから、もう明日でメンバー決まります。うん、木曜日やから。え、あ、今日何曜日？水曜日だよね。だから明日合格発表です。皆さん見たい、見たいので、私も朝は早起きします。みんなも一緒にリアタイしよう。いや、わかんない。そのあれ、正確な時間はわからん。うん、なんか合ってるわ。そう、首締まってきた。趣味の好きな子いるかな。ね、でもね、みんなもあれですよね、多分ドキドキの、そう、子だから。メンバー発表されますよね、多分。うんうん、多分最終オーディションの合格発表がありますね。私もアプリで見ます流れないぞって言ってるけど、まあみんな可愛いと思うからさすがにね。どうなんだろうね、流れるやろ。流れないでよ。うーん、まあまあまあ、私も見ますねロッキーの時は全員発表されてたよね。そうなんですよ、ロッキーの時は最終発表が全員です、合格は全員ですって言われました、うん、びっくり。全員なんかい、うん、みんなかわいい。そう、楽しみ。お披露目も5月9日のやる公演なので楽しみです。なんかでもどんな感じなんだろう、本当によく話しますよ。楽しみリハでさ、うん、会うじゃん、多分、うん、朝のリハ、多分当日の朝のリハで会うんですよ。でよろしくお願いしますみたいな。ちゃんと優秀していって仲良くなる子をまず一人二人見つけていく、うん、いいじゃないですか。いや、7期はもういっぱいいっぱいよ、当日は。うん、確かに、なんか喋りかけられても、あ、もう心の余裕がなくて泣いちゃうかも。さっちゃん、怖いみたいな。しかも、あ、そうそう、怖いかもしれんよ。なんか背が高くて怖いって。うんうん、背が長くて、髪長い、一生四つん這いであるとこ髪長いだけで怖かったらやばい2年前思い出す、トカゲみたい。確かに2年前を思い出す。でも確かに思い出しますね。あ、もあれですよね、あのニコ生のあれもありますね。あれもなんだっけ、特番、うん、7期生の特番、名前忘れてたけど、それも楽しみです。うん、なんか先輩に差し入れもらったよね。うん、食べっ子動物とか。あった、自由に撮ってねみたいな。何がいいかな、ね、え、うん、でも普通に食べっ子動物系嬉しい、うん、何が嬉しいんだろう。それの好きなブラックサンダー。ブラックサンダーみんな好きよ多分。でも、星ごとそんなんや。そうなん、星ごとマシュマロやから。ああどんな先輩になるんやろうね。どうしようね。
同い年の子とか絶対入ってくるじゃないですか。そうね、17歳の子とか多分絶対いるから。そう、ね、17歳がだって HKT で出会わなかったら普通に友達になってたかもしれないって考えて。確かに、なんか普通の世界で、ね、もそう、もし普通の世界で、もしこの同じ高校の子かな、うん、そこまで分かんないけど、もし普通に考えたら、それお友達として出会ってた世界線もあるってことですよね。それはちょっとドキドキ。で長崎の子とかね、来てくれたら嬉しいな。一緒に長崎のお仕事したいです。サタココみたいな、サタコ、サタコ、なんか長ココみたいなないかな、なんかそういうグループ名作って。違う、グループ名違う、テレビ番組やけど、なんかチーム熊本みたいな感じで、チーム長崎みたいな、チーム長崎みたいな感じの、なんかないかな作りたいですね。カモメ、チームカモメあーでもありそう、チームはやぶさみたいな、ないかな。ねえ、まだ私もまだ誰が合格してるかとか全然知らないので、うん、本当に知らないんですよこれ、嘘偽りなく。人数しかマジ知らない。そう、人数はもう聞いて、まあこれからその辞退する子とかいたら変わるけどみたいな感じだったんですけど、うん、メンバーは知らないので、うん、楽しみです。寝坊する人おるかな。え、寝坊してる、え、違う、このさ今ここにはね、そう、さーちゃんとカレンレンがいるんですけど、あのお披露目の日だ、うん、お披露目の日一番やばい、えわわお披露目の日にさあちゃんとカレンちゃんと私ね、ホテルがね、なんか一緒だったんかな、一緒に寝たら、朝起きたら集合の10分前とかやったっけ、私が起きたんですよ一番目に。で、うん、何だろうえ、今日お披露目だよって言って、でみんな寝てるの2人ともやばい、10分前起きてって言って、もう急いで行って、そうだ、遅刻はしてない、まあ本当にその集合時間に着いたって感じだったけど、もう集合時間がもうそのホテルやったけんよかった、そう、そのホテルの下に集合だったから、その遅刻はしてない、まあ、遅刻はしてないっていうか、もう心的にはすっごい遅刻なんですけど、めっちゃ焦りました、多分人生で一番ぐらい本当に怖くて、でもなんかみんな、そうそう、ボサボサで、しかもなんかみんな3人で出てたら誰か1人起きれば大丈夫やろみたいな思うじゃん、なんか1人起きたら1人起こしてくれるかなっていうのをみんな思ってたらしくて、アラームかけてたよね、でもかけてた、かけてた、なんか私もかけたし、でもなんか気づかなくて、多分熟睡してたのかな、わかんないけど熟睡してて、でもみんなその誰か起きればいいやっていうその心が少しでもあったから、はい、なかったよ、え、なかったくて遅刻したいな、でもアラームかけてた、私が一番目に起きなかったらみんな寝てたんだよだからちょっとでアラームの先を寝ちゃったの、ああかもね、だから7期生の子は注意、気をつけてください、本当に私たちみたいにならないでください、もう本当にあの時は死ぬかと思いました、もうやめようかとやめなきゃって思うくらい結構ショックだったというか、やばいってなりました。ちょっと本当に今だからこそ言えること、初期の頃はすごい怖くてもうね焦りました。でもそういう時もあります、そうだって眠たい時もありますもん、そう、人任せにはしないですI'm gonna go.
ことに誓って、誓ってね、誓ってください。人任せにしないでください、皆さん。そうですよ、そうですよ、みんなしないで、誓ってないでしょ、あなたたち、ね、え、みんな、もう人任せなんださっきゆいちがリプしてたね。あ、そう、通知できた。ゆいちゃんが多分ツイッターで、そう、LINE もね、おめでとうって来てくれて嬉しかったです。ゆいちゃん、早く会いたいです。ゆいちは3月だと、だよね、3月8日かな、3月8日かな、よう、多分そこらへんそう、早く会いたいです。でもちゆいちって呼んだことない、それもね、ゆいちゃんなんだ。最初さ、ゆいちにするって、うん、そう聞いた時、ゆいちか。でも今はね、すごい馴染んでるから、うん、だしカレンちゃんもカレンで、えって思ったえ、ネーミングセンス、えって思った。やめて、なんか結構馴染んでるんだから、ね、そう、なんかなんだっけ、そのネックネームを決めようってなった時に、カレン、カレンレにするみたいな言われてそう、私がそう聞いたんですよ。え、カレンレ、えみたいな思って、マジかと思ってたら、全然いい感じですね。まさまささん、タワーありがとうございます。タワーありがとうございます。あ、 AKB のってつけないと。そう、 AKB のゆいちゃんですゆいちゃんいっぱいいるから、そう、定着しててね、すごいよね。そう、でもたくさんメッセージが来てて嬉しかったです。本当になんか歌詞動画とか作ってくださってる方とか、なんか可愛い画像だったり、なんかね、アイコンもなんか17みたいな、めっちゃ嬉しかったです。なんかケーキになってて、オンライン、ケーキがなんか乗ってて可愛かったです。ありがとうございます、たくさん。いいよ、ごめんなさい、ね、間違った普通に言いました。せいだ、やだ、ひどい。あ、あゆさん、あゆちゃん、たわありがとうございます。ありがとう、ありがとうありがとうございます。あ、タラフクさん、タワーありがとうございます。ありがたわ、うんうん、ありがとうございます。そう、もう17歳だから何でもできる気がする。そう、ティアラ見えてない今気づいた。ずっと顔、ティアラ可愛いね、ね、ティアラ可愛いんですよ、青で可愛い。そう、誕生日おめでとう、ありがとうございます。ピンクもあるはずだけど売ってなかった、ね、でもめっちゃ可愛い、うん、マジ可愛い。トモさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。17歳は一番楽しいって、そう、よく言われます。高校2年生が一番楽しいみたいな、だから楽しみますそう、生誕祭スピーチ考えないと。そう、生誕祭スピーチとかね、いろいろね、まだ生誕祭日程決まってないんで、あれ、なんとも言えないけど、いろいろね、準備は進めたいと思います。スピーチとか考えないとね、もうすぐ。やば、うん、緊張する。一番言えるかな、そう、ユニットも選べるのかな、多分、うん、まだ決めてません。ここちゃん17だし、一人で新幹線とか飛行機とか乗れる？え、乗れます。そう、最近飛行機は一人でもう乗れる、うん、乗れるようになったし、うん、昔はね、初めて乗ったりしてたんで乗れなかったけど、
もうね乗れますよ。生誕祭ね、ぜひ決まったらぜひ来てください。どうだろう、6月上旬って言われたんですけど、まだね日程わかんない。そう、身長伸ばしたいけど、もう17歳って伸びる時期なのっていう、あ、いる、いるならまだ希望はある。それで頑張ります。生誕祭ね、ぜひ来てください。本当にうん、ぜひね来てほしい。なんか話したいことあったんだけど忘れちゃった。なんか忘れちゃった。そう、あ、でもケーキはね今日たくさん食べました。昨日のその0時にもお祝いしてくれたので、その時にも食べたり、朝から今日はアイスを食べました。朝からアイス初めて食べて、でそう、仕事行ってそこの場所でもケーキをいただいたので、そこでも食べて、あ、でもそうそう、いっぱいいろいろ甘いもの食べました。もうみんながすごい甘いの、私甘いの大好きだから、もう幸せな、幸せブクブクしてます。スイーツ三昧、そうです、スイーツ大好きなんですよ本当に、何でも好きで、うん、いっぱい食べれちゃう。あ、胃もたれきます。そうね、まあ私もいっぱい食べたら胃もたれさすがに来るけど、そう、朝からアイス飲みました。そう、あ、そう、ツイッターに12歳の時の写真載せてみました。成長したよみたいなやつ。そうで、お母さんとね、あのどの写真にしようか決めて、しかもなんか懐かしい昔の写真出てきて、ちょっと皆さんにお見せできないくらい、なんかだら、ん、すごいマシュマロを、でも何歳だろう、 10歳ぐらいの私なんですけど、なんかマシュマロをなんかペロン、なんかぐったりしながら食べてる写真があって、そんなんが出てきてちょっと恥ずかしくて、お母さんが思ってたみたいです。それ載せようかと思ったけどさすがに無理だった。そう、いつかね、いつかも無理かもしれない。フリーサポさん、タワーありがとうございます。ありがとうわー、 ありがとうわー、ありがとうございます。そう、昔の写真なんかいっぱいあって、逆に3歳ぐらいの方がいいかなーとか思ったりしたけど、3歳はね、あの面影なさすぎて誰って感じだから、その人の、あの人の子、人の子じゃない、なんか私じゃなく思うかなーと思ったから、面影あるやつを、ちょっと、うん、結構甘くある、ね、私、うん、もうほぼ私ですよね、あの12歳は、うん、私がメイクしてない時のすっぴんがちょっと幼くなったぐらいのやつだと思うから、そう、面白い写真はなんかチャットとかに送れたら送りますね。そう、ちっちゃい頃の写真もいっぱい探せたんで
インスタの小さい子の写真は何歳？インスタ、インスタにも違うやつ、そう、インスタにもちょっと違うやつ載せたんですけど、わかんない。多分12歳、だいたい12歳らへんな気がするけど、どうだろう。なんか何の写真載せたか忘れちゃった今。面影ないやつ載せた気がする。うん。でもおかげみんなあるんじゃない？うん、あったよ、見た見た。インスタも12歳、8歳。え、インスタちょっと見せて。ん、何が？私載せた写真どれやったかなと思って。どれだったかな、1枚しか思い出せない。あ、ありがとう。あ、12歳でした、ありがとうね。12歳だ、多分どっちも12歳。あ、これね。うん、それは12って書いてるから。かわいいこれ。うん、懐かしいな。え、懐かしい、俺やったよ。え、12歳ユイナと同い年や。え、12歳出会ってたくない？出会ってた、出会っておいたよ。だ、14歳ですよ、ナイトコール。全然出会ってたやん。ほんと12歳カレンちゃんと出会ってました、忘れてた。確かに10歳ぐらいが合ってたかもしれない、うん、初めての出会いは10歳だった。とある日のレッスン場で偶然目があって、70、そこに君はいたっていう感じ。70、え、そうそうそう、カレンちゃんと出会った頃の記憶です。多分出会ってた。全然記憶ないけど、いつ会ったかもわからん。そう、でもあんま仲良くなかったっすよ、うん、全然、まあ、仲良くなかったっていうか、仲良かったけど仲良くないわけ、仲良くないわけじゃないみたいな、うん、いや、なんか、うん、でもね、そう、話すぐらい、別に喧嘩、喧嘩みたいな感じじゃなくて喧嘩とかじゃなくて、ただ、なんか仲良いグループじゃないみたいな、うん、なんか、そうね。今はすっごい仲良しですよ、うん、すぐ仲良くなったの。確かに HKT 入ってから仲良くなったと。あ、でも、うん、オーディション、これツイッターにし、え、最悪。すごい、私の嫌な写真をツイッター載せていいって言ってきました。そう、そう、でもすごいギャルかった、カレンちゃん。なんで？え、なんかすっごい、いつもね、で高いポニーテール毎日やってて、すごいなーって思いながら見たいんだけど、いや、すごい明るくていいなーっていう。そう、すごい、私はすごいおとなしい方だったから、そんなに、カレンちゃんはすごい、あの、明るい方だったんで、あ、喋りかけるのがすごい怖かったんですけど。そう、おみさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、すごいギャル。そう、その時からギャル、もうなんか真上のになんか噴水みたいな。すごい、いけ、そう、イケイケグループみたいな。そう、わかんないけど、噴水いいよね、噴水。そう、噴水ヘアだ、パイナップルみたいな、うん、だったな。そうそうそう、ね、今は全然なんか仲いいのがびっくりするくらいなんですけど。え、逆に私どうだった？聞きたい。記憶ない、記憶ないぐらい薄かったってこと？わあ、私も意外と、うん、ちっちゃいなって思ってた。ちっちゃい、本当に？そんなに？あんま変わんなかったかね？変わるし。変わってたかな？すごい。そっか。うん、記憶ないぐらい、まああんまそこまで喋ってなかったっていうね感じなんですけど。そうね、え、でも今同い年だよ、17歳。へぇ、うん、びっくりしちゃう。うん、そう、え、さあちゃんと2個違いなんだけど、
すごい、私めっちゃ近づいてきてる。いや、さあちゃんさ、なんかさ、うん、彼の誕生日からさあちゃんの誕生日まで1歳差やったってこと？ね、そうよ、1ヶ月ぐらい。え、見えないよ。1ヶ月ぐらいしかないけどね。私が釣りっぽいってね。うん、いいの。頑張って。見た目だけ。うん、それ言おうとした。中身は子供。中身は幼稚園生ぐらいかな。うん。ウィンサポさん、タワーありがとうございます。ありがとう、タワーありがとうございます。なんかどんどんね、首が締まってくるのこれ見て、首が締まって怖い、なんかなんで、まあいいや、絡まってきた喋ってたらこんな感じ。そう、メールを難しいな。よいしょ。そう、さあちゃんは中身は幼稚園生なので。でもさ、私お披露目、お披露目とかその日さ、さあちゃんさ2番目ぐらいに背高かったじゃん。うん、だすっごい大人やなと思ってたけど、今さ、さあちゃん2番目じゃなくない？絶対違う、いくちゃんの方が高いし、みゆは、いや、みゆみゆは下かもしれない、ま、すごい、いくらちゃんか。藤子くんも結構高くなって、同じかちょっと藤子くんが下か。そんな高いんだ。いくちゃんがでかいの。さっちゃんも大きくなったよね。さんちゃんいる。すごい。あすかさん、あすかさん、タワーありがとうございます。ありがとう。タワー、ありがとうございます。君の声が。ねえ、すごいね。みんな伸びてて。ハンちゃん160超えたって。え、えぐ。だって私とお披露目の時同じサイズやったの。サイズだけど、うん、ね、絶対ハンちゃんの方が高かったでしょ。あ、そんな感じだったよ、多分見ればわかる、あのお披露目立ってるやつ。え、ココがね、一番ちっちゃいかも。あの、いおりさんとゆうりのよりちっちゃい。いや、ないわ。そんな、でもくみさんの方が全然ちっちゃい、多分、うん、前測ったら、前並んだ時にココが一番ちっちゃいと思ったもん。せやろ、やば、うん、ね、でも7期生入ってくるし大丈夫よ。問題下が入ってくるね、うん、いや、分からんよ。いや、12ね、以外が来るかもしれないから、いくちゃんみたいな子がいっぱい来るかもしれない。レイよりおっきい子いるかな。いない。レイヤーは特別高いからな、うん、まあまあね、気にせず行きましょう。こんばんは。そう、今日メールとかね、チャットとかさ送れなくてごめんなさい。後で送ります、早急に。ごめんね、すごいバタバタしててね、いるバタバタしててツイッターとかね出す分考えてたらこんな時間になっちゃったね、結構考えてた。そう、私ね、そうツイッターとかすごい、インスタとかも考えるタイプだから。カレンがお風呂上がるまで全然考えてカレンちゃんがお風呂入ってる間に出すねと思ってたら全然出せなかった。いろんな人に意見聞いちゃう、なんかこれどうみたいな、この写真いいかなみたいななるんで。私の SNS の投稿はここが全部見てくれて OK もらったらここに投稿してもらう、うん、さあちゃんいつも見せてくるので、これここが投稿してくれる。え、そうだっけ、はい、めんどいやつ私はさあちゃんのだけど、 Twitter ほぼほぼ私が見てますよ。ブーハちゃんと考えて、ここに見てもらって OK が出たらここにポチってしてもらう。そうなんですよ、感じです。ママです私は。そんな感じ。そう、日本語もね。あ、そう、藤子くんがポストしてた、今多分タグ付けされたから、私のツイッターもしかして。でち、後で見よ。そう、みんなでチェック。そうなんですよ、たまにメールもね、うん、見て読んでもらって、うん、だいたい私が見てるからチェック係。そう、ココペも朝ツイートしてくれて、そう、ハンちゃんもね、今っきツイートしてくれてて嬉しい、お極みです。みんな優しい、本当に。すごい、あと15分だ、あっという間。
や、絡まる。そう。でももうすぐ17歳が終わっちゃいます。キャー。そう。あ、ハッピーツさん、タワーありがとうございます。ありが。ありが。タワー。ありがとうございます。明日公演楽しみ。私も楽しみ。早く寝ますね。皆さんも早く寝てゆっくり休んでください。もう15分やって。本当だ。今夜は満月やって。すごい。見てない。体調悪くなる。え？満月たる？体調悪くなる？見たいな。あ、17歳は終わらない。間違えた。そう、今日のもうあと2時間で誕生日が終わります。そう、次は18歳成人なので。え、ピンクムーン。あ、で見た。あれ、私の誕生日ピンクムーンだって。ピンクの月って言ってた。え、めっちゃ嬉しい。私の誕生日の日にありがたい、ありがたい、めっちゃありがたいね。見たいんですね。ちょっと後で外でも見に行こうかな。え、ピンクムーンだって。え、かわいい。カービィだって。かわいい。ピン、カービィなかった。ハート送った？ん？あの、なんだっけ、正解した人にハート送るって言ってたの。あ、全然送ってない。忘れてるよ、みんな。ごめんなさい。じゃあ今ハートラブ。福岡晴れてるの？晴れ、今日はね、晴れてました。すっごい晴れてて、日焼け止め塗らなきゃいけないかと思って。風が強かった。まあね、でも涼しかったよ。すごいいい気温で。ハート忘れとらし忘れてました。渋井ちゃんってね、あの一番のラインが渋井ちゃんだったんですけど、当てた人にラビをあげます。そう、嬉しいですね。でもめちゃめちゃ、あっちは雨なんですね。そう、この間私ね、福岡も雨だったから。でもすごいね、天気コロコロ変わるから気をつけてください皆さん。さあちゃん、スーツケースは忘れてもハートは忘れないだって。うん、スーツケースこの前ね、忘れたんでしょ。やっぱね、あの場所が変わるとダメだね。うん、スーツケースってスーツケースってそう、あ、なんかちっちゃいものとかってわかるけどね。なんかあの隣になかったら、まあ、隣からちょっとわかるけど忘れちゃう。またくうちらも忘れたくなるし、私もなんかいつかの日忘れました。タクシーとかね、首が締まる。やばい。すぐ広げて。さあちゃんの今年の目標、スーツケース忘れない？これは帽子を忘れない。だね。今年の目標の忘れ物忘れ事パート2だよ。あ、そっか。もうダメ。もう大丈夫。パート3も来るんじゃない？やばい、あと9分。ありがとうございます。私の今年のちっちゃな目標は、大きい目標とかさ、あの生誕祭とかで、まあ、言うとして、私面白くなりたいんですよ、あの人柄が。だから17歳は面白い人に、面白い人、なんか魅力がある人になりたいです。うん、お願いします。皆さんお願いします。よろしくお願いします、今後ともという、うん、感じ。そう、生誕祭とかでね、スピーチとかではいろいろ言おうと思うから、ここでは言わんけど。そう、面白い人になりたいです。なんか
なんだろう、別に天然ってわけじゃないけど、なんか天然、なんかすごい、魅力がある人、魅力的な人になりたいですね。なんかみんなから惹かれる人っていうか、難しいけど、でも面白くしようとしたら面白くないから、そのまま、存在が面白い、それはよくわかんないけどそっか、面白くなりたいですね。ココちゃん見ただけで笑っちゃうよ。それはバカにしてるでしょ。え？どういうこと？そう。まあ頑張ります。いろいろ。なんか言い残したことあるかな、こういうのって。なんかいつも忘れちゃうけど、ないよね。言い残したこと忘れちゃうけど、ファンの人に向けて、ね、ここで言うの、軽く。生誕祭があるからね。生誕祭あるから、ショールームの見てる人に向けてショールーム見てる方の人に向けて、生誕祭絶対来てね、17歳のココちゃんも見てねとか、ショールーム見に来てねとか。17歳、なんて言うかな、やばい、首がまた締まってきます。どうしようかな。17歳もあのいろいろね、会いに来たり、お話し会とかも、あの公演とかも、ね、たくさん皆さんと会えるように頑張るのでね、皆さんもたくさん応援してくださいよろしくお願いします。どう、いい、いい感じ、ありがとうございます。そうね、生誕祭に話せたら話します。あ、そう、その時にね話そうと思うから。そう、七木さんも入った頃からね、多分今年1年はすごい変わっちゃう、変わっちゃうっていうか、多分いろいろ変化がある年だと思うので、17歳も頑張ります。うわ、じゃあランキングいます。今何時ですか？55。じゃああと1分。そうね、お姉さんになりますから。うん、すごい、17歳になったんだ私、実感ないけど。なんかプロフィールもまだ16歳って書いてるんだよね、ツイッターとかの。だから後で買います。あ、17ポーズ、こっち合ってる、こっちか。17できてるかなあとはハートとか、あ、17、楽しみ。明日せんけど楽しみだな。公演も明日あるので絶対見てください。まあお仕事とか、あの時間空いてる時で全然大丈夫です来てる。じゃあランキング読ませていただきます。いきます。13位、グラハムさん、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、まさまささん、ありがとうございます。11位、あゆさん、ありがとうございます。10位、昔は美少年さん、ありがとうございます。9位、ともさん、ありがとうございます。8位、たらふくさん、ありがとうございます。7位、おみさん、ありがとうございます。
6位白じゅんさん、ありがとうございます。5位あだりさん、ありがとうございます。4位あすかさん、ありがとうございます。3位ハピーツ、間違えた、ハピーツさん、ありがとうございます。2位はふりさぼさん、ありがとうございます。そして第1位はドゥルルルッダン、大事さん、ありがとうございます。皆さんありがとうございました。たくさんコメントもギフトもありがとうございます。と17歳もよろしくお願いします。じゃあゆっくり寝て、また明日からも頑張りましょう。17歳、残り2時間、17歳の期限が、いやー、残り2時間楽しんで、楽しみます。そうね、明日は復古展です、よろしくお願いします。それではおやすみなさい、また明日から頑張りましょう。それではバイバーイ。